チャールズ・ディーズは、アメリカ合衆国の画家である。アメリカ西部のインディアンや、毛皮漁師などを描いた作品で知られる。チャールズ・ディーズ作、数族のグループフィラデルフィアで生まれた。はじめ陸軍士官学校への入学を目指したが、失敗し、フィラデルフィアで、ジョン・サンダーソンに絵を学んだ後、1836年から1年間、ニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインで学んだ。 インディアンを描いた絵を展示して巡業していた画家のジョージ・カトリンの展示会を訪れ影響を受けた。1839年にナショナルアカデミーの巡回員になった。1840年にウィスコンシン州、クローフォード郡のクローフォード砦に駐留する兄を訪ねて旅しその後、スー族やポーニー族の集落を通って、フラット川沿いをセントルイスまで旅した。 セントルイスを拠点とすることにして、数ヶ月間、インディアンの部族の中で過ごし、彼らの風俗に親しんだ。作品を、ニューヨークのナショナルアカデミーの展覧会や、開演制の美術愛好者団体、アメリカンアートイニオンに送り、人気のある画家になった。1847年に、ニューヨークに戻った。1849年のセントルイスの大化で、作品の多くが失われた。 1859年に精神疾患に襲われた。1967年にニューヨークで死去した。ありがとうございます。